後の嘘。昔々あるところに嘘つきの名人がいました。その名人は年をとって体が弱くなり、もうすぐ死ぬばかりとなりました。嘘つき名人といっても悪い嘘はつかず、嘘で人を笑わせるいい人だった。みんなそう言って嘘つき名人のところへ集まってきました。すると嘘つき名人、小さな声で言いました。皆さん、どうか元気で暮らしてください。そのためのお金を少しばかり用意しています。私が死んだら、この家の床下を掘ってみてください。壺の中にお金が入ってます。まもなく嘘つき名人は亡くなりました。お葬式が終わると、みんなは床下を掘ってみました。嘘つき名人が言った通り、壺が出てきました。その壺の蓋を取ってみると、一枚の紙が入っていました。その紙には、皆さん、これが私の最後の嘘です、と書いてありました。